前回のあらすじ。ダンプに乗り換えた主人公は、小型ダンプ軍団とマフィアのボスに襲われた。そこでサイバーワールドの住人たちの力で、ダンプを強化することができた。だがその強化が暴走を招くことになった。まあいいだろう。鍛え直してこい、コアパー。またヤバいトラックが強いをモチーフにしたよ。確かに強そうだな。行くぜ。なんだこのペイントは。おう、お前最近ずいぶん生きがってるらしいな。わしと勝負せい。オリジナルだよ、素材はテンプレートだけど。この間はしてやられたが、今度はそうはいかねえぜ。勝負しない。あっ、お、珍しく芸術伝と同じトラック。マットブラック。君を元気にする回復魔法、へそほい。ロケットダサいな。あなたの感想ですよね。じゃあそのでかい耳は。だからこれはキャラの頭に生えてるやつ。ダサいだろ。っていうかよくトンネル通れたな。高速のトンネルは高いでしょ。っていうかさっきからトンネルばかりだな。確かにこのカメラアングルから抜け出せない。やっとか。またか。一番最後。まあラスボスみたいな感じ。相変わらず抜き返されるの早い。まだ車両間隔ずれてる。バンパーが伸びすぎなだけでは。そだな、確かに伸ばしました。関係ないけど私たちの頭でかくなってね。そだね、これからだんだんでかくなるよ。画面はみ出るわ。今の絶対間に合ったはずなのに。ほらね、もう少し短ければ。ゴールラインでのギリギリ勝利には役に立つから。そういえば今作はギリギリ勝負に出てないな。このケツブーストのせいで調整が難しいんよ。ただギリギリで負ける場面は周回中いっぱいあったよ。ギリギリ来るか。落とした。ゲーム落としちゃった。確かに早いな。噂は本当だってことか。敵ながら大したもんだよ。え、すごい。まともトラックは微妙だけど。おい、お前のよりマシやろ。なんだ、口ほどでもない。がっかりしたぜ。お、噂のあんちゃんじゃねえか。あんちゃん、あれから早くなったんだろうな。ならわしと勝負せい。やっぱりダメか。がっかりしたぜ。前より早くなってるな。やるじゃねえか。どいたどいた。ここはマッハ軍団の道路よ。ザーコは引っ込んでな。美人すぎない。おれ邪魔だ。どけどけどけ。こわ。はあ、貴様がもっと
強くなったら相手になってやろう。知ってた。来ちゃダメだ、トリル。バッカまだ何かいる。もう色もあんま関係なくなったし、濃いめの色がないからな。2倍の色はボキッとできない。最近噂になってるのは貴様か。でかい面したいんなら俺に勝ってからにしろ。また小型、もう見た。勝負じゃ、わしと勝負じゃ。男同士の一騎打ちじゃ。ダブルリアタイヤだと見たことないな。小型は小型にスペアタイヤ入らないだろ。軽トラならあったわ。軽トラは魔改造しやすいからな。リアバンパーどうやって固定してるの。そこは触れないでおこうね。これはあの小型のラスボスよりひでえ。天体恐怖症の敵。今日ぶつけすぎじゃない？今日は暴走だから。こいつはいつも通りか。藤山見ていたら油断した。いや、当たりに行っただろ。間に合いませんでした。おら、どうだ、見たか、参ったか。これ声一緒に聞こえるんだが、若干違うけど。なお相手のボイスは、山城はデコデン2から初のキャラだな。やっとだね、誰もいないと思ったら。でもやはりあの大型ダンクで来てほしかったな。なぜ無理やり小型にするんだこのゲームは。制作に小型信者がいたんだろうな。くそ、なんでこんなやつに俺が。貴様、俺に負けたくせにでかい面してんじゃねえ。根性叩き直してやる。でかい面はおめえだ。ロックマンがおとなしくなった。心が静まったのかしら。違う、これはまだまだ暴走するよ。フロントバンパーの長さ更新。どいたどいた。ここはマッハ軍団の道路。文句があるなら私と勝負しな。やばい、プラダンド、プラダンド。もうやめて。でもこっちの方が好きかも。顔はでもギャップが欲しいじゃん。姫虎だからこそ大型乗って欲しい。ってなんで負けてんねん。どう、思い知った。
私たちは最強マッハ軍団よ。よく覚えておくことだね。違うんだ。まるでボスのようなガードをしてきたんだ。こんな風に。うわ、これを破るんじゃん。えげつないサイドプレス。これはきついな。でも小型はガードしづらいから、その隙を突く。あれ、今のガードできたじゃん。スピードがあればいけるな。みなよも怖いんだよ、そのバンパーが。この暴走族マフラーもな。マフラーの高さ、相手のバイザーと同じ。何？この私が、私の負けなの？そんな！かわいい。リアバンパーとペイントだけ一緒。いくらバンパー？またあんたか？どうせ私には勝てないんだから、黙って道を開けな。私に勝てないようだね。これに懲りたら最強マッハ軍団に立てつこうなんて考えないことだね。今行くぞ、ロックマン。やめろ、ネット。あっ、ユート。ネット！ネット！最後の暴走。カノスフュージョンに成功したのか。初めて見る中華スタイルだ。なんか不思議とバランス取れてるね。この背景が全体の色とベストマッチすぎた。ロックマン！行くぜ！一緒に行く！行く！力をつけてきたよ。このビッグ新一様が相手になってやろう。大型来てほしいって言ったが、加減を知らないのか。ここで最初に改造したトラック連れてくれば。いや、もういいよ。どうやって抜くか。またこの2車線コースか。え、そんなあっさり。軽トラが犠牲に。おい、何やってんだよ。最後までガードしてばかりだから。動画的に面白くないので、わざとパス。いいのかよ、もう終盤じゃん。ダメでした。何してんだ！オラオラオラ。当然負ける。ボイス怖すぎ。
うろうろ。お、ええやんけ。どうしてこうなった？また被害者だ。何これ、 FD 狩り。ダイビーですね。おい。あ、悔しい、負けたよ。どうだ、思い知ったか。これが最強マッハ軍団、団長新一の実力だ。団長新一。少しは俺様に勝てる見込みでもできたか。また見てやるぞ。ゲートラ、はい。今ぶっ刺されたのにゲートラ追いつけないよ。アクセルを踏んでみろ。どうした、もっと攻めろ。ガムシャラに死に物狂いで逃げてみろ。もっともっと逃げるんだ。逃げてくれ。でないとこの勝負。 MOS 切れたか。俺の負けだ。ケイトラが最速トラックだったか。 BT すぎる。バスの中で待っていても誰も文句言わないのに、出血確認というつまらない仕事でも手を抜かず当たり前のようにやり遂げるなんてなかなかできないよ。危ない。バスはあかん。またかよ、いい加減勝てよ。これもダメだったよ。最後の手段を使うしかない。サバゲでも卑怯な敵と戦うことはある。だが視野を広げれば必ず活路はある。どんな手を使っても構わん。フォース。自分を信じて、どんな手を使っても。ほほほ、わらわらわら、これだから素人は。ねえ、最低。ピンキリですよね。うるせえ、もうこいつのケツに着ねえんだよ。いや、ほや。ビッグさんがベイブレード接触で負けるとは。こっちの方が立ち上がりが上なんだよ。ちなみにアリログステップで縛りプレイしたが、もう動画の尺がないので、ほぼ全カットでわからない。やったぜ。この俺様を任すとは。やるな、貴様。うわ、ん、返事。はあ、これでダンプは完全制覇だ。よくやった。ということで
ダンプ制覇です。紹介できていないセリフは次回まとめてやります。今回も、ご視聴ありがとうございました。次回、全国制覇〇〇編。